松阪市立歴史民俗資料館は、三重県松阪市と野町にある郷土史博物館。松阪市の歴史、民俗について広く展示し、とりわけ、松阪商人、伊勢おしろい、松阪木綿に関する資料群に特色がある。愛称は、列奇民。1912年に、伊南郡図書館として建設された建物を利用しており、1997年9月に、本館と倉庫が、 日本国の登録有形文化財に登録されている。松阪市の歴史、民族に関する展示を行う。特に、松坂商人と松坂商人の富の形成に大きく、貢献した伊勢おしろいと松坂もめんといった伝統工芸に関する展示を各としており、他に類を見ない貴重なコレクションを形成している。この他松坂に住んでいたことのある小説家、 梶本次郎に関する資料や松坂城、関係資料も保有している。資料館の展示資料のほとんどは市民らからの寄贈品、または借用品である。1階の展示室、店の間は松坂商人に関する展示を行い、港町の伊勢山宮街道で、役所賞をしていた桜井家の金管版などを見ることができる。他に企画展示も1階で行っており、 年4から5回ほど松坂に関する企画展を開催する。2回は伊勢おしろいと松坂木綿の展示を行う。伊勢おしろいは水銀を利用したおしろいで化粧品として利用されただけでなく、打胎薬や馬の白取りの薬品としても用いられた。松坂木綿はいち早く江戸に進出した商品であり、資料館では藍などの植物染料、旗織機、 島町といった関係資料を展示するのみならず、予約すれば旗折り体験もできるようにしている。また、毎年夏季に藍染め体験教室を開校している。1977年6月1日に新築開館した松坂市社会教育センターに松坂市立図書館が移転したことを受け、旧図書館の建物を松坂市立歴史民族資料館に転用することが決定した。 そして1978年11月1日に改装を終え、松坂市市政志向45周年記念事業の一環として開館した。当日は市長の吉田逸郎をはじめとして約30人が出席して開館式が挙行された。初代館長には前年に三重県立博物館の館長を退職した田畑美穂が就任し、田畑は 資料館の展示の中心に松坂木綿を据えた。これは1970年代の日本各地で見られた伝統産業を核とする町並み保存運動の中で進められた歴史民族資料館の設置の潮流に合致するものであった。開館当時より松坂商人伊勢おしろい松坂木綿、広古と歴史の4つの常設展コーナーと1つの企画展コーナーで構成され、 入場料は大人50円、学生20円であった。なお、第1回の企画展は、収穫の秋にちなんだ稲作に関する民具の展示を、開催した。電波端館長は、松坂木綿の復活を目指す、ゆうずる館や、郷土の文化遺産の発掘と活用を目的とした、愛の会、松坂を立ち上げ、松坂も木綿テオリセンターの設立にも携わった。愛の会、 松坂は1981年に若手経済人から相談を受けて田畑らが設立し行政の補助金に頼らずに活動することを信条としている。1997年9月3日に資料館の本館と倉庫が日本国の登録有形文化財に登録された。この2件は松坂市内の登録有形文化財の登録第1号となった。2013年 魚町の旧家である長谷川家から邸宅と共に、膨大な資料の寄贈を受け、順次資料の整理と公開を進めている。2016年1月にはそのうちの一部である、日本各地の名所図へ約50種の展示、公開を行った。松坂市立歴史民族資料館の本館と倉庫は、それぞれ、松坂市立歴史民族資料館本館。 松坂市立歴史民俗資料館倉庫の名称で日本国の登録有形文化財となっている。どちらも登録は1997年9月3日である。1910年11月に時の皇太子が松坂公園へ行刑したことを記念して図書館の建設が建議され、同公園の北西の竹林を整地し、翌1911年に着工、1912年に 本館、倉庫、新聞雑誌縦覧書などの建物からなる、伊南軍図書館として開館した。建設費はほぼ住民からの寄付で賄われた。設計者は、清水義和である。本館は、和風の木造建築で2階建てであり、左右対称になっている。倉庫は、漆喰の壁を、下見板で覆うことで本館と外観の衣装を合わせているが、本館よりも高さを抑えている。 法的には、博物館法の適用を受けない、博物館類似施設であるが、三重県博物館協会の会員である。松阪市内の中学生の職場体験や、大学生の学芸員実習を多く受け入れている。松坂城の中にあることから、来館者の7割が、三重県外からの訪問者である。このほか小中学校の遠足や、社会見学も多い。ありがとうございます。